さあ始めるわよ。サンタブランカコカインスーパーハイウェイ。毎年350トン以上のコカインがボリビアから出荷され、2000万人の元に運ばれる。連中は20億ドル稼いでいることになるわ。毎週。方法は？それは3文字。空、陸、海。それを統括するのが密輸の長、ニディア・フロレス。ラ・レイナ・デ・ベリエーサ。ビューティークイーン。その右腕は、官能的で魅力的で愉快なエルボキータ。ちょっと誰か絆創膏。問題はニュースで連中の残忍な手口や存在を目にしていても全体像は見えてこないこと。こいつらはみんな天才よ。例えばおっぱいとか、ニディアにとってそれはチャンス。クズ鉄から、ニディアにとってそれは潜水艦。聖水から、ニディアにとってそれは液状コカイン。なぜならニディア・フロレスは天才だから。コカインスーパーハイウェイを潰したければ、ドラッグを、金を、ニディアを抑えるの。コカイン経済について教えてやろう。大半の人間は商品ばかり気にするが、それは間違いだ。売り物は必要だが、金を生むのはドラッグではない。コカの葉の原価は1キロあたりおよそ 1.5 ドル。1キロのコカインを作るには400キロ必要。コカインベースでもボリビアでは1200ドルにしかならない。ただし、国境を越えるたびに価値は上がっていく。コロンビアまで持っていけば2200ドル。メキシコ南部では1万2000ドル。国境を越えてテキサスまで行けば2万ドル。ニューヨークなら1200ドルの投資がなんと3万5000ドルになる。パリでは6万8000ドル。ロンドンでは7万4000ドルよ。需要のある場所に商品を運ぶパイプラインだ。人々の渇きを癒すための。一度確立してしまえば手はかからない。労働者、車、賃金、賄賂。だがパイプが詰まると。また商品をやられた。先週は7トンも失った。その前は飛行機も。水が逆流する。余りすぎだ。安全に保管できない。部下同士で売買してる。商品が動かなければ給料は払えない。身の代金を目当てに誘拐している。多すぎれば。バレリアを連れて逃げよう。国を出る前に殺されるわ。じゃあどうする。答えが出たら連絡する。溺れてしまう。ニディアは解決策を思いついた。輸送車を。メキシコの出資者は金を求めている。これまでは人目を忍んで届けようとしてきた。こそこそしなくても強行突破すればいいじゃない。装甲車に重火器、複数のトラックに警察用のヘリを使うの。それで170億ドル運ぶのよ。本気で言ってるのか。あの金を失えば一巻の終わりだ。俺たちが死んだらバレリアはどうなる。他に方法はないわ。ダメだ、それはできない。ねえボキータ、いい？私は聞いてるんじゃない、決めたの。でその車列は誰が指揮するんだ。あなた以外に任せられる人はいない。生きて帰れなければ。私が絶対にそうさせない。言い訳は聞きたくない。今すぐ金を渡せ。ニディアが何とかする。スエーニョ、もうここで決断すべきじゃないか。ニディアは長い間我々に尽くしてきた。長すぎて焼きが回ったのかもしれないな。これまで幹部の入れ替わりを見続けてきた。騎士の死を経験しない王などいない。だがニディア・フロレスは違う。私は幼い頃から彼女の面倒を見てきた。かけがえのない娘と言っても過言ではない。彼女は私の女王だ。彼女を狼たちに食わせたら私の一部も死ぬことだろう。金は用意する。本当だ。約束しよう。後悔させないでくれよ。頼んだぞ。
サンタムエルではサンタブランカカルテルを深く愛され、我々にその一人娘をお与えになられた。彼女を信じる者は誰であれ永遠の命を手にする。何年も昔、我々は苦境に陥った。我々は絶望し、破滅の淵へ追いやられた。蛇とネズミによって引き裂かれていた。希望はもうないと思った。もう手遅れだと、おしまいだと。だが諦めかけたその時、奇跡が起きた。ニディア・フロレスが現れたのだ。ラ・レイナ・デ・ベリエーサ、ビューティークイーンが。彼女がもたらしたものは繁栄、富、そして報い。我々は彼女の慈悲と愛を胸に深く感じる。その福音は世界中に広まり続ける。地球の隅々まで広まり続ける。聖なるニディアを称えよ。女王の中の女王に称賛を。卑しき者たちの女神に賛美を。密輸のネットワークが崩壊した。コカインは入手できず、送金も不可能。残りのドラッグはセロハンに包まれたまま放置され、無価値なゴミへと変わっていく。部下はどうすれば金がもらえるのかと頭を抱えていた。何年も費やして築き上げてきたルートだった。その構築のために何十億ドルもつぎ込んだ。それを全て失った。そしてビューティークイーンも。ニディアには全てを与えた。だが彼女はふぬけのように逃げた。潔く死ねばよかったものを。これから死ぬまでアメリカ人に使われることだろう。子供の父親を殺したことも無駄になった。驚きだ。幹部が数人いなくなるだけでシステムは崩壊する。ニディア・フロレスは完全に追い詰められていた。ドラッグだけではなく金も狙われていた。深刻な事態だ。金はメキシコの出資者が受け取るはずだったが、届けられることはなかった。どうするつもりだ。言い訳も弁明も意味を持たない。ケリをつけなければならなかった。自分が始末される前に。女王はしくじった。その損失額は170億ドル以上にも及ぶ。ニディアは危険を感じていた。さらなる時間を、責任を押し付ける相手を、生贄を必要としていた。本当にごめんね。あなたに贈り物よ。だがそれでは足りない。しくじったな女王。私はチャンスを与えた。彼女は愛してたからだ。だがボリビアでは愛があっても遠くへは行けない。名前は何だ。人形だから名前なんてないよ。生きてないもん。ああ、それもそうだな。ニディアよ。どうかした。命よりも大切という言葉は知っているな。ええ、もちろん。お前は大切だ。だが私の命ほどではない。